はいどうもカッパ院長ですじゃあねちょうど時間的にね M1 がねまさにこのテレビ地上波でやってる時間帯だと思いますけども8時半過ぎぐらいかなうんまあ意外とねまあ僕はあの僕の中ではもうなんかこのサンドイッチも、まあ、今ほらね富澤さんが確か審査員やられてますよねあの方たちがね、えー、この敗者復活からガあって優勝して まあ、あの辺が多分ピークだ、まあ、ピークって言ったらちょっと失礼なんですけども、まあ、でも歴代チャンピオンの中でも、ね、サンドウィッチマンさんたち2人が僕の中ではですよ、あくまでもね。うん、でも世の中的な評価も高いですよね、確か。ね、なんか毎年毎年、えー、歴代、えー、チャンピオンで一番面白かったと思うコンビは誰みたいな記事って、毎年この時期飛び交うじゃないですか。 チッと見ましたけどやっぱりサンドウィッチマンドマさん1位でしたよね1位と2位がなんか中川家さんとサンドウィッチマンさんでなんか入れ替わったりするような、まあ、そんな感じだったと思うんですけどもね、まあ、確かに、えー、どちらのコンビも、うん、活躍されてますからね、うん、で、まあ、そのお笑いの話じゃないんですけども、ね、こっちは全然お笑えない、あのー、<laughs> 怒りと嘆きしかないんですけども 今日もね、しょうがないですよね。岸田坪仏壇内閣を見ていきますかただなんか今日、ハーヒーさんのね、ハーヒーヒーハーこのハーヒーさんのなんかこの発言がね、ちょっと目立ったりもするんですけども。まあなんか自民党のね、いわゆるこの政治と金にね、えー、まあいろんな人がいろんなコメントしてますけども、基本的にはもうね、うん、いい加減にしろよと。うん、いい加減にしろよっていうコメントを出さざるを得ないじゃないですか。 僕としてはもう範囲をもっとこの自民党しかもこの清和会とかねええー、止水会とかその別になんか派閥とか政党に限定した話じゃなくてドイツもこいつもじゃん。でもっともっといかないと、ね。でもいかないじゃないですか。あくまでも自民党のねこの清和会、えー、止水会止まりみたいなそこで満足しちゃうの本当に。そこさえなんかこの撲滅できたらね日本の政界ってクリーンになるのなるわけないじゃんね。 なんでこう徹底的に容赦なくいかないのあ、分かって言ってますよ。ね、で、まあ、そのなんか裏金事件にね、政治家は税金も、あ、これあのハーヒーさんが言ってるんですけども、政治家は税金も払わないお金を裏金、えー、国民は年末調整、インボイスで莫大、膨大な事務。まあそうですわね。あと裏金やこの旧文通費で飲み食いしてる国会議員は、えー、全員クビだって言ってるんですけど、もうそうですね、全員クビですよね。うん。 そうそうそう、だからまあ、こっちの意見にはね、賛成です。うん、特に。ね、さっきの話も、まあ、おおむねそうなんですけども、自民党の裏金、ね、事件、ね、自民党さんだけの話じゃないですよね。政治家連中ですよね。うん、裏金、ね、ね、旧文通費で飲み食いしている国会議員、もうほぼ全員じゃん、同性。うん、そんなの調べてみなきゃ分かんないですよね。だから一回全員、全員せ調べようよ。ね、それこそもうちょ帳簿持ってさ、全員整列だよ。 うん、やった方がいいと思いますよ、うん。ほとんどのやつが引っかかると思うんで。うんで、当然ね、首、うん、にするべきだし、首、ね、にして終わりにはならないですよね。いや、とことん追求かけるでしょ。ね。余罪も何も <laughs>、ね。次から次へと出てくるもん出て、ね、いやそんなもんまでっていうぐらい出てくるはずなんで、うん。だからもう完全にこのとっつかまえてぶち込むべきやつがいくらでも山ほどいるはずなんで。うん で、そんな中ですよ、ね、のんきになんかこの半日クソマスゴミなんか、こんなランキングまだやるのただね、よく見たら逆なんだよね、いつもの。次の首相になってほしいランキング。てっきりほら、ねえ、N 次郎君と石破さんの写真が出てるからさ、またこいつらを持ち上げるのかなと思ったら、逆なんだって、これ。次の首相になってほしくない政治家ランキングで、なってほしいにもラン,キンランクインするし、なってほしくないにもランクインしてると、なんかあの、 あれ,あれだね。<laughs> 芸能人とか芸人さんのこのランキングとよく似てるね。好きな方にもランクインするし、ね、嫌いな方にもランクインして、ね、初めてこの有名人、スターみたいな。政治家はそれじゃダメだろう。うん。まあ、顔と名前が売れてるっていう意味じゃ、ね、あれか。芸能人とそう大して変わんねえのか。一有名人か。う、は、ん、あ。それじゃしょうがねえよな。 仕事して結果つけて聞くんないとね、顔と名前が知れてるかどうかなんてはっきり言ってどうでもいいよね。むしろ逆、え、この人ってこんなことしてたのっていう、なんか、顔と名前、初めてなんかこの閣僚に抜擢されて、ね、初めて見たけど、すげえことやってきてる人じゃん、この人。っていうぐらいの方がむしろ国民としてありがたいよね。うん。ね何の実績もねえどころかね、ねレジ袋とかライドシェアの件で、ねうん。 余計なことばっかりしくさってる野郎なんかに <laughs>、ね。それ首相どころかもうバッチつける資格すらねえだろ、てめえはっていう。そんな、そんなんばっかりですもんね、はっきり言ってね。で、3位がなんか N 次く君で、2位が石破さんで、じゃあ1位誰なんだよって話なんですけど。3位が N 次く君でしょで、えー、あ、違う。3位が、あ、そうそう、N 次く君で、2位が石破さん。じゃあこの2人を抑えたのは、 ああ、ね、令和信者の方はなんかぶち切れそうですけど、山本太郎さんだって。<laughs> まあ今回のなんか無難かな。うん。まあそれが、それだけじゃないけどね。はっきり言って。うん。だからもう今、今のなんかもう国会議員なんて、どういつもこういつもじゃん、結局は。うん。ただまあそんな中ですけども、ね、ついにこのなんか岸田政権の、ね、この支持率、ね、あくまでもこのなんかなんちゃって、 クソマスゴミ調べの支持率なんで、世論調査なんで、うん、どうってことないのはいつも通りなんですけども、そんなね、反日クソマスゴミ調べですら、ね、ついに10%台だって、スタート直後はね、あの反日マスゴミどもが、ね、全然なんかこの追及かけないから、やっぱりこいつらダメなんだなって、そんな話していたのがもうなんか懐かしいですね。こいつらにすらなんかもう敵視されてる。<laughs> 普通はね、マスゴミの反対が正解っていう感じになったのにさ、 うん、まあいつものこのね、えー、反日売国勢のこのなんだ金の取り分で揉める、ね、内輪揉めというか足の引っ張り合いみたいな、うん、いドイツもこいつもだって金に汚ねえやつらじゃんお互いに、うん、だからなんかより、ね、よりこの甘い汁を、ね、どんだけ吸ってるか、ね、そういうこのレース、うん、甘い汁レースをこのずっと続けてるわけだからさ、うん まあ支持率が10%台なんだってよ。うん。へえ、それでも10%もあんのか。ついに、えー、支持率10%台突入、終わりが見えてきた岸田政権みたいなことを言ってるんですけど、どうなんですかね、相変わらずこの日本の反日クソマスゴミ界隈、テレビや界隈、何かしらこのコメンテーターとかさ、評論家とかさ、まあ、保守論閣なんかも含めた、 ねうんまあ、意見、2つに分かれてますよね、まあ、2つに分かれてるっていうか、どっちもなんかもうどうでもいい話なんですけども、まあ、支持してるっていう人たちはまあ相変わらずね、うん、支持してるし、その支持している内容も、ねえー、逆にこの岸田政権を今ここで終わらせてしまうと、もっと日本が大変なことになるっていう言い方する人もいるし、うんまあ、交代だと、ねうん、変えちまえよと。 田中さんもなんかそんなのこと言ってたよね。<laughs> まあ結局ね、喋ってるだけの人は、まあこれはまあもちろん僕も含めてですけど、なんかあのー、責任取らされるわけじゃないからね。うん。なんとでも言えるけどね。うん。だからこそ実際にさ、バッチつけてる人たちはもっともっとなんかこの真剣にさ、ね、結果つけてなんぼなんだからさ、政治家なんて本当は。うん。全然じゃん。そんな私服をやしてなんかもうね、 うん、チッパシャプサーだらけじゃしょうがないと思うんだけどな年内結局この話で終わるのかあそういえばこのなんか年内何日までやろうかなこれ一応29日ぐらいまでにしましょうかねか一応そんなつもりなんですけど3031新年はどうですかね123ぐらいまで、ね、お休みいただけたらいいかななんて思いますけどもまあわかんないですこればっかりはね <laughs> <laughs> というわけで以上です。